イギリスにおけるバス規制緩和は保守党のサッチャー政権の下、1985年運輸法に基づき行われた。ハルパラゴンインターチェンジマンチェスタービクトリア駅、ストックトンオンティーズ1980年代前半には、イギリスのバス網の大半が、国営のナショナルバスカンパニーをはじめとする公営企業によって運行されており、厳しい規制により競争の発生余地は存在しなかった。 サッチャー政権はバス産業についての白書を公開し、その結果として1985年運輸法が制定された。この法律は1986年10月26日に施行され、イングランド、スコットランド、ウェールズでバス規制緩和が行われた。なお、ロンドンについては1985年運輸法の対象外であり、1989年4月に分割の上、 1994年から1995年にかけて民営化された。1985年運輸法では、路線ごとの運行認可を撤廃し、バスの運行資格を持つ事業者は、実施日の56日以上前に、運輸委員に届け出るだけで、バス路線の新設、廃止、変更をすることが可能になった。これにより、1930年代以来初めてバスに競争が導入された。 規制緩和が行われて、すぐに、既存の事業者はその収益率の最も高い路線に、新規事業者や他地域の既存事業、公営事業者も、収益増のためた地域のバス事業に参入し、また、参入された側は、多くの場合競合事業者の本拠地に展開し、巻き返しを図った。競争の主な手段として、運賃の値下げや増便などが行われた。 1985年 UFO では、国営のナショナルバスカンパニーの民営化も規定された。同社は70社に分割した上で売却され、その最初の例は、ナショナルコーチホリデーズのシアリングスへの売却であった。マネジメントバイアウトが行われた会社も多く、うち24社は ESARP ーーを導入した。しかし、これらは、しばらくすると、アリーバ、ファースト、ゴーアヘッド、ナショナルエクスプレス、 ステージコーチグループなどの交通事業者によって買収された。公営のバス事業に関しては民営化は強制されなかったものの自治体から独立して運営することが求められた。激しい競争がバス戦争と呼ばれるものにつながることがあり、そういった場合安全でない、あるいは悪徳な方法の排除のために規制当局の介入が必要になることが存在する。こういった 最初の例は1998年に発生し、サザン・ベクティスが、厚生取引局から、ニューポートバスステーションへの他社の乗り入れを禁止しないよう命令を受けた。また、ライバル事業者の駆逐のためだけに増便をしないようにとの注意も行われた。2000年には、競合事業者から乗客を奪うため、ステージコーチマンチェスターが、バス検査官を雇用していたことが判明した。 2004年から2005年にかけては、カーディフバスが競合するにトラベルを倒すことを目的として略奪的な手法を用いたことが明らかになった。2006年から2007年にかけては、マンチェスターのウィルムスローロードバス回廊と192号線において、ステージコーチマンチェスターと UK ノース社との間でバス戦争が発生した。UK ノース社は安全を軽視した手法をとっていたことが、 明らかになり、二人が逮捕されている。2009年11月には、競争委員会が、ステージコーチに対し、プレストンバスの買収により、地域の競争環境に影響を与えたとして、売却を命じた。2011年には、ウェザービーにおいて、コネクションズとトランスデフインハロゲートの間で、バス戦争が発生している。公営のバス事業者は事業者にとどまり、最大のものは、 エディンバラのロージアンバスズである。2010年現在、アリーバ、ファースト、ゴアヘッド、ナショナルエクスプレス、ステージコーチグループの5社が約70%のシェアを持っている。ドイツ鉄道参加となったアリーバを含め、アベリオ、コンフォートデルグロ、トランスデフ、ベオリアトランスポールなどのイギリス国外の交通事業者は2010年時点で24%のバス事業者を所有していた。 この後、パリ交通営団やトランジットシステムズが参入しており、国外の事業者のシェアは増加している。ありがとうございます。